赤肉は主に赤色や暖色系の肉、果肉を指す。食料となる動物の肉では赤肉、赤身、時に赤身肉と言われ赤色のものを指す。しかし、食事調査のための栄養学の赤肉は主に哺乳動物の肉を指す。赤い実の色をした魚は一般に赤身、時に赤肉、特に赤身魚と言われ、白身魚に対比する。 果物では赤から大色系の果肉を指して赤肉梅、赤肉リンゴ、赤肉メロンのように使われる。牛肉食肉での赤肉は多くが筋肉組織であり脂肪や筋が少なく赤く見える肉の部位である。海産物である芸肉も哺乳類の肉であるため赤い部位は食肉の赤肉である。これらは一般に赤新肉や赤身と呼ばれる。 赤肉は牛肉や雇用肉などのこととする情報もある。牛肉、豚肉等の赤肉にはヘム鉄を含むミオグロビンが豊富に含まれているため赤く見える。通常、食肉は時間の経過とと,ともに切断面が暗積色へと変化するが、ビタミン C の水溶液をかけることで鮮やかな赤色へ戻る性質があり、これを悪用した 鮮度偽装事件が起きている。築地市場でのマグロ解体。身が赤いことがわかる。魚肉の場合、マグロ、カツオ、アジなど、主な食用部位が赤く、血合いが多い魚は赤身魚と呼ばれる。日本水産学会は1976年に1 0 0ムあたりの身に含まれるヘモグロビンかミオグロビンの含有量が10。 ミリグラム以上の魚肉を赤身魚と定義している。なお、鮭の実は赤いが、これは餌である甲殻類の外殻に含まれるカロテノイドであるアスタキサンチンが摂取されたことによるためである。このため区分としては白身魚として扱われる。マグロの肉においてはトロを除いた部分、すなわち脂肪分の少ない部分のみを一般に赤身と呼ぶ。 赤肉という表現は、果肉の色をいい、赤色、大色系のものが、赤肉種や赤肉系と呼ばれる。赤肉の果物としては、スイカやドラゴンフルーツなどが存在するが、果肉色が赤色、大色系のものを、他の果肉色の品種と対比して、赤肉梅、赤肉リンゴ、赤肉メロンのように呼ぶこともある。英語では、色が赤色系のものを、レッドフレッシュ。 橙色系のものをオレンジフレッシュと呼ぶ。ありがとうございます。